内閣総理大臣福田康夫君問責決議案は、よって本決議案は可決されました。異議の結果、福田内閣信任決議案は可決されました。昨日の参議院での福田内閣問責決議案の議決を受けて、今日は衆議院で福田内閣の信任決議案の審議を行いました。民主党は欠席を決めたわけですけれども、考えてみるならば憲法69条を読むまでもなく、内閣を信任するか信任しないかということは、これ衆議院の議決が重要なことは言うまでもありません。民主党がもし仮に参議院で問責決議案を通したのであるならば、憲法にのっとれば間違いなく衆議院で不信任案を提出する、これが論理的には正しいのだと思います。言ってみるならば、今回の事態は参議院の問責決議案、法的な拘束力を一切持たないわけですから、この議決を受けて総理が総辞職も解散も行わないということを決めましたので、参議院の問責決議案は言ってみるならば竹光、全く効力を持たないということを明らかにしてしまったわけであります。このことは参議院の在り方、参議院の権威、こういうものにとりましてはまさしくマイナスにこれから作用していくのだと私は思います。問責決議案を出すのであるならば、出すべきタイミングがあったはずですけれども、国会の終盤になって、しかも法案を与野党で通すことが決まっているものをできる限り通した後、会期末のこの時期だし、そして民主党サイドの党内の結束を図り、また対決姿勢を示すムード作りに使われた問責決議案でありましたけれども、今日衆議院で信任決議案を可決したということは、福田内閣が信任されたということを意味するわけであります。国会の会期末、あと延長をしても1週間となってまいりましたけれども、決めなければならない条約、こういうものを決めない姿というものは野党にとって私はマイナスである。まあ私たち与党もしっかりと国民の皆様方からいただく批判には謙虚に耳を傾け、政策として直すべきもの、見直すべきものは一つ一つ見直していく、地道な努力が政治に求められているのだと思います。